平野紫耀初の TBS ドラマ主演決定。黒詐欺で新たな一面を披露。2022年10月、TBS 系列の金曜ドラマ、黒詐欺22時放送が放送され、注目すべき主演俳優が決定しました。このドラマにおいて、 キングプリンスへの一員である平野紫陽さんが主人公の黒崎隆郎を演じることが TBS から発表されました。平野さんにとっては初の TBS ドラマ主演という重要な役どころです。本校ではこのドラマの背景や期待について詳しく掘り下げ、平野紫陽さんの新たな一面をご紹介します。黒詐欺、原作とドラマ化。 クロサギは小学館から発売されている漫画シリーズの原作に基づいたドラマ作品です。この物語は、詐欺によって家族を失った主人公が、詐欺師を騙す詐欺師イコールクロサギとして、本当の敵を探し出し、打倒していくというストーリーです。 2006年には山下智久さんが主演し、連続ドラマとしても制作され、2008年には映画化もされたほどの人気作となりました。2022年の黒詐欺、現代の詐欺に挑む。2022年の黒詐欺は物語の舞台が現代の日本に設定され、現実の詐欺事件に取り組む要素が強調されます。 さらに、原作完結前の全ドラマシリーズでは描かれなかった、黒崎と家族を奪った最大の宿敵との直接対決が、この新シリーズの見どころとして期待されています。平野耀の役柄に対するコメント。平野耀さんは、この重要な主演役を受けて以下のようにコメントしています。オファーをいただいた時は嬉しいと同時にびっくりしました。 おそらく世間の皆様が知っている僕のイメージは騙される側だと思うので、小、詐欺師を騙す詐欺師という役をやらせていただけることは、とても光栄です。このドラマでは、黒詐欺、として砲撃で騙しに行きたいと思っています。また、彼は役柄についての期待についても述べています。 黒ギとして強い部分を持っている中でも壮絶な過去を背負った黒ギの繊細さや柔らかさというのは忘れずに演じていきたいです。この作品では今までの僕のイメージを一気に払拭して新たな一面をお見せできたらと思っています。平野紫耀さんは今回のドラマで自身のイメージを覆し役柄に本気で取り組む姿勢を示しています。ファンとの期待。 平野紫耀さん主演のクロサギに対するファンからは期待と喜びの声が SNS などで寄せられています。クロサギのあのキャラを平野紫耀さんが演じるのやばいなすごくいいなに合いそうだしイメージとかけ離れてそうでめっちゃ期待。主演は文句なしのキャスティング。 これはシンプルにドラマ好きとしても楽しみ、平野耀さんの起用に対する期待が高まっており、ドラマの成功が確実に予感されます。結論。キングプリンスへの一員である平野耀さんが TBS ドラマ、クロサギで初めての主演を務めることが決定し、ファンや視聴者から大きな期待が寄せられています。 このドラマは、詐欺をめぐる物語が現代の詐欺事件にリンクし、新たな要素が加えられています。平野志耀さんは、自身のイメージを覆し、役柄に全力で取り組む決意を示しており、俳優としての成長と新たな一面を披露することが期待されています。ファンやドラマ愛好者にとって、2022年の黒詐欺は必見の作品となりそうです。